あ、ちょっとダメです。これ何メートルぐらいあります？100メートル以上あるよね。100メーターで、これ腹筋が 1.5 ぐらい。ここら辺で1メーターぐらい。5はないか。 1.3 かける100メーターで130平米。130平米を10時から舗装して何時に終わると思います？30分で終わるよね。あ、そんなもん全部手引きだよ。この暑さとかも考慮してますかね？考慮して3時です。3時。今日のこの手引きのポイントはどうなんですか？やっぱまあ雑に仕事をやってもね、そのしょうがないけどさ、その何やっぱポイントとしてはユンボですか？手ですか？どっちですか？ユンボ、サチ。はい、福田さん今ユンボでバックしてカラーコン潰しましたね。福田さん今日になりましたね。そうですね、日焼けしてるんですかね。やっぱこういう人工周りとかさ、このブロックっていうの、なんていうの、人工周りとか、やっぱメイキマンとしてね、まあ、ね、高さ合ってるね。高さ違う場合は、でもメイキマンの腕が出ますよね。やっぱ歩道なんで、まあまあ、あの手引きなんで、はい、なんとでもなります。メイキマンの腕次第。はいはい、なるほどですね。そうですね、メイキ転圧はじゃあレイキマンがしっかりすると何も考えなくていいってことですか？そういうわけでもない。そういうわけではない、ね、なんでよ、何の仕事かな。え、筋つけないように踏むとか。それはできて当たり前じゃないですか、ローラーマンとして。公安も見てる。ガコンガコン言ってんのにそのまま転圧し続けるやつもいるんですよね。そんなやついるんすか？クビになりましたよね、現場を現場丸ってなくなりましたよね。でそういうのを結局最終的にどこに合わせるかっていうのをレイキマンが分かってないとダメ。そうだね、レイキマンがで分からずそのまま鳴らしてって、その後ろで転圧するやつがそれに気づいてやり直させなきゃいけないのに、転圧するやつも分かってなかったらそのまま仕上がっちゃうんですね。そうだね、うん、挙句の果てやり直し66万でしたね。全く疲れがなさそうですね。誰飲んだろう。福田さん、なんだの田舎のおばちゃんみたいなスタイル。男を売りにしてんだったら、あのピンクのタオルいらなくねえっすか？男を売りにしてんすよね。あ、暑いんだよね。暑い。暑いの、舗装屋だから暑いのは当たり前だって。寒さも、日がまで。はい、ちょっと俺注意しておきますよ、あのタオル。やっぱ見栄えが良くないじゃないですか。サチ、日焼けしたね。日焼けしたね、黒くなったね。このピンクのタオル取れって言ってやって。男のくせしてなんかおばちゃんみたいな格好しやがってよ、ねえバカ野郎っつって。なんすかそのダセータオルは。やる気あるんすか？やる気ぼかし入れますよ。はい、これはスプレイヤーですか？なんすかスプレイヤー。スプレイヤー上手い人と下手な人ってなんかあるんですか？こんなもんねえすか？まあまあ下手な人はあれですよね、うん、
一般車にぶちまけますよね。いたな。いたな。あれサチはあれですか、乳剤かぶってあんななっちゃったんですか。え、そうなんですか。色黒いから。日焼けじゃないですか。あ、日焼けっすか。竹村タイムだと3時終了予定です。あ、すいません、監督さん、一応今日 何時終わりぐらいですか。今日は一応竹さんも予想した時間あるんで。そうですか。今日何時だと終わるんですか。片付けまでやったら5時ぐらい。5時、片付けまでやって5時。はい、ちなみに今日 100m ぐらいですかね。延長。あ、じゃあ平米数。平米数ですか。はい。わかりました。トン数は20トンぐらいですね。三密と頭数と。はい。あ、そうです。三密で、まあ、およそ8トン半。はい。で、残り頭数で、はい。あ、そうです。顔撮っていいですか。あ、わかりました。はい。YouTube。はい、あげます。アップするんですよ、ね。はい。あ、俺言ったんですよ、今日の須田さんに。あの、まあ、なんだろう、チャイナドレスをこうやって頼んでいて、聞いてます。あ、ちょっと聞いてないですか。あ、じゃあ、ビクリかなんかで写していいですか。ダメですよ。わかりました。はい、次、ビキニで来るそうですね。ぜひぜひ。はい、あの砂の巻き方どうですか。まあ、あのケンスコで巻いてるんで、やっぱプロっすね。はいはい、そうなんですか。はい、僕カクスコじゃないと負けない。ああ、そうなんですか。はいはい、あのトータルでどうですかね。半袖、タオル、ケンスコ、で、あの巻き方、で、あの面、なんで何点ですかね今日。いやー、46点。46点。平均価ですね。関係ねえっすか。あれは関係ないっす。前もあのまんまの状態で仕上がってましたけどね。
やっぱでもさ、土木女子で行った方がすぐ再生行くと思うんですよね。土木女子ちょっと段取りしてもらっていいですか。もう今やってます。はい、うちも。エリナ。チャンネル登録よろしくね。